よし、準備はできた。時は来たりて。準備はいいか、青。あ、いいよ、いいよ、来た。いい返事だ。準備はいいかね。うん。よーし、2020夏休み10日間の旅スタートするぞ。さて、今日は首都高速からスタートです。 Here we go。 箱崎ジャンクション、東京は相変わらず混んでます。そりゃそうだ、平日だ。なんと今から向かおうとしている飛騨、その飛騨行きのバスが目の前を走っております。ついていきます。8プリーズ8OG。 やっほー。一気に山の中に入ってきました。高尾山のあたりです。相模湖、富士の到着。さて、へいへい、君の車に乗せてくれないかい。かっこいい T シャツ着てるね。日々号 T シャツ。ヒッチハイキングしてるんです。乗せてください。さあ、山梨に入りました。釈迦堂を過ぎたところですね。甲府盆地ですかね、ここはね。甲府に来ました。正面は南アルプス連峰なんだけども、雲で見えない。双葉ジャンクション、長野方面向かいます。バイバイ南アルプス。妻、はい、八ヶ岳、あそこに八ヶ岳リビングエニウェアコモンズがある。あそこにあのエイタップフープとか住まわってるらしい。なるほどね。今度遊びに行くぜ。さあ、皆さんお昼になりましたのでランチタイムにしましょう。今日のランチはここです。諏訪湖サービスエリア。わお、湖。テイクビューでここは食べれるってこと。ちゃったらー、諏訪湖が一望できるサービスエリアやってきました。ふぅー、諏訪湖でけー。ランチタイム。諏訪湖サービスエリア、お腹すいた、お腹すいた。諏訪湖が見える席をゲットしました。ナイス。ディリン、カツカレーうどんでございます。いただきます。普通。小鳥さん、小鳥さんはディリン、ハンバーグカレー。ごちそうさまでした。よし、旅を進めましょう。ヒッゴー。さあ、岡谷ジャンクションに来ました。長野方面に向かいます。さあ、高速道路終点松本に来ました。さあ、皆さんが一番気になるこの時間がやってまいりました。そう、それは中型車の高速料金問題。さあ、今回は八王子から松本まで一体ハウマッチ。心臓気をつけてください。6140円。このぐらいの料金がかかると覚えておいてください。松本市、ただいまの気温35度、暑い。今から向かうのは飛騨、高山、岐阜っぽ、岐阜県ですね。ちょっとずつ山に近づいていく感じがいいね。今まさに山の入り口に差し掛かった感じかな。さあ、いきなり谷に入ってまいりましたね。この辺は本当に新鮮だね。今までに来たことがないから。ダムだ、ダムだ、ダムだ。中渡りダム。沢湾戸温泉。この辺は温泉地です。沢湾戸温泉。あ、上高地はここからバスまたはタクシーで行くことになりそうです。マイカーはこの先は進めません。この先行くと、上高地ですね。僕たちは高山方面に158号を進みます。いやー、すごい山奥だねこれ。この辺一帯土砂があったみたいで、この間からようやく片側通行になって交通再開しています。
通られる方はご注意ください。わあ、ここは道路が陥落してしまいました。非常に危険。ああ、土砂が流れ込んで片側通行になってます。うわあ、すげえ怖え。さあ、飛騨に来ましたよ、妻。私初めてですね、飛騨、人生初めてですよ。今回は飛騨高山エリアを通過し、そして富山、能登、石川、福井って回るんだけど、すべて僕の人生初エリアですね。北陸初ですね。だからすごいワクワクしてます。能登半島の海って人生初。本当すごい楽しみ。私たち46歳、人生初が今回盛りだくさんなツアーになっておりますので、はい、刺激ピックスいつもの25倍設定でご用意させていただきました。来ました。中部縦貫道、これも有料道路ですね。初めて使います。レゴー。まあ、今走っている区間は無料なんだよね。ラッキー。飛騨清見出ます。あちらからも何があってる。間違えた。私、曲がる方向を間違えてしまったがために高速道路逆方向に行ってしまいましたが、ゆえに18キロも先のインターで U ターンしてこないといけなくなってしまいました。あー、なんてミスを犯してしまったんだ私。どんまい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 。ただいま走っているのが飛騨トンネル。これ全長、はい、今画面に出てきてますね。数キロです。すんげー長いこのトンネル。もう飽きた運転。トンネルを抜けてすぐ白川郷出口です。もうね、到着しました。白川郷です。その先、観光車両は進入禁止。ここが駐車場でした。うわー、こっからもよく見える。あれ、終了しましたなってるよ。え？こんにちは。5時までなんです。うん、5時までは大丈夫ですか。大丈夫って、もう今からだって時間も時間です。おしまいってこと。そうそう。残念、観光用の駐車場がね、もう閉まっちゃうっていうので、4時以降はマイカー規制が外れるので中を通れるそうです。これね、実際にね、みんな人住んでるんだよ。あれ住んでるんだよね。住んでるんだよ。うわー、すごーい。すごいね、これ3階建てになるのかな。ねえ、この木造で3階建てで、この屋根ってすごい構造だよ。すごい。うわー、すごーい。民宿泊まれるんだ。まあでも歩くのもあれだけど、こうやって流して見れるのも悪くないかもね。うん、これも宿だって。へえ、お宿の。こういうとこ外国人が泊まるんだもんね。そうだ、きっとね。白川八幡神社。確かに。さて、じゃあ展望台、無料駐車場行ってみましょうか。こちら、東別注意。あ、城山展望台、さっき行こうとしたところだね。到着しました。天守閣だそうです。多分昔お城があったのかな、ここは。うわー、すごい。よくテレビとかで見るのこれだ。すごーい。こっから先は入れます。小鳥さんはこの白川郷って見たことあった？テレビとかで。なあ、初めて見た。
白川郷でした。人生初来ました。すごく夏の白川郷すごく新鮮。今日の夕食はじゃーん、行ってみましょう。お食事どころマス園ジョウスケ。なんてこった、この合掌造りでご飯が食べれる。行ってみましょうマス園。こんにちは。こんにちは。お邪魔します。わー、素敵だ。いいね、庭を見て食べれんの。なんて優雅な。何がいいですか。三つ編み。わかった。今度はそれにしようかと。イワナ定食、焼きます定食、ここの定番を注文してみました。だいたいね、出来上がりまで15分から20分ぐらいのんびり待ちましょう、ね、合掌造りのお家そのまま飲食店になってるお店です。これから食べる魚を今そこの生けすからすくってくれます。やったー、楽しみー。てるるー、あなたはもうすぐ食べられます。なんか泳いでるよ、見えるかな。妻、まあ、ソーシャルディスタンスな席位置だね、これ。そうだね。果たしてそれはソーシャルディスタンスなのかな、それとも夫婦のディスタンスなのかな。このぐらいの距離感がちょうどいいです。アホか、仲良し夫婦じゃない。このような合掌造りのお家の中が飲食店になってます。イワナです。さっきね、正面のイケスから取ってもらったばっかりのやつ。アマゴ、アマゴって言った。食べてみ。いただきます。はい、どうぞ。それを父ちゃんが 言っちゃダメだ。そっか。うん、美味しそう。ニジマスの刺身と塩焼き、はい、早速、イワナの塩焼きから、イワナの塩焼きから行ってみたいと思います。おいしい。うん、おいしい。やばい、一気食いしちゃう、危ない。ニジマスの塩焼き、いただきます。これの真ん中が、あ、ここ、この建物、うん、はい、すごい。なんて可愛い姿をしてるんだこれ。この家屋で何年目ぐらいになるんですか。80年ぐらいですね。お店の名前はジョースケで合ってます。ブンスケ。ブンスケ、漢字読めないのか俺は。明治1頃のおじいさんの名前がここら辺の屋号になっております。なるほどですね。美味しかったです。ごちそうさまでした。すごい柔らかくて。ごちそうさまでした。ありがとうございました。母ちゃんナイスだったね。初めて食べたこんな本格的な川魚で。めっちゃリーズナブルだよ。超絶おすすめ。マス園ブンスケ、マス園ブンスケはね、こちらです。覚えてね、覚えてね。いやー、それじゃあこれからお風呂行きましょうか。富山県、富山県に入りました。今夜は五箇山の名泉クローバー温泉行ってみましょう。なんとですね、この広い駐車場に我々以外2台しか車が止まっておりません。多分お風呂もほぼ貸し切りでしょう。あら、惜しい。いいことなのか。まあ今日平日だしね、よく考えたら。なかなかにして暗いのでお休みかと思ってしまいましたが、やってます。クローバー温泉です。うわー、広い。さあ、じゃあ入ってみましょう。黒田温泉ほぼ貸し切り、ラッキー。いいお湯でした。また来ます。今夜の宿泊場所は池のほとりです。名前は桜ヶ池と言います。到着です。はい、というわけで、あいかちゃんお疲れちゃん。お疲れ様。ありがとう。あ、というわけで
今ね、時刻の方が9時半ですね。今日のね、移動距離、トータル移動距離は、468キロ。まあ、だいたい470キロでした。また初日から随分と移動しちゃいましたけども、明日ね、朝目が覚めたら、どんなところに泊まってるか、わかると思います。さすがに父ちゃん今日はいっぱい運転しましたので、疲れました。このまま、いっぱい飲んで、今日はお休みしたいと思います。オッケー、小鳥、葵、明日2日目、楽しみにしましょう。はい、それでは今日は、グッナイト。